ネバネバ役ネバー、ウィーズンビッパー。うん、毎度田中でございます。皆さんご機嫌麗しゅございますか。今回は漫画の方を紹介していきたく思います。紹介する作品はこちら。ババンと。格好の言いなつけ1、一巻二巻。こちらの作品紹介していきたく思います。格好の言いなつけは週刊少年マガジンの方で。 2019年43号で読み切りが掲載されそのアンケート結果がとても良かったので翌年の2020年9号から現在もなお連載が続く人気ラブコメ作品になっております作者は吉川美樹先生で同じく「週刊少年マガジン」の方で連載されていた「山田くんと七人の魔女」だったり ヤンキー君とメガネちゃんだったりねこういったラブコメテイストな作作品をよく描かれていた作家さんですねそんな吉川美希先生が描かれた「格好の言いなつけ」とはどういった内容であるのかそしてそのラブコメとはどんな面白さを含んでいるのかというのをね今からネタバレ100%あり田中の偏見妄想を含んだ内容でお話ししていきたく思います。 そういった偏見妄想ネタバレ NG ですという方はここから先見ないようにお気を付けくださいませ。はい、では各校の言いなすけ語っていこうと思います。まずはざっとあらすじ。すいません、最初に訂正がございます。動画中鳥違い語をずっと鳥り替えこと、僕が言い間違えます。 間違った言葉を何度も使うので混乱される方もおられると思うんですけどもどうぞご了承の上動画を見ていただけたらと思います鳥鳥えでではなくくすすよろししお願い,いたします主人公は海野凪という男の子ヒロインは天野エリカという女の子この2人が実は鳥がえ子で両親が逆であるというのが物語の始まりなんですよ ある歩道橋の上でヒロインである天野エリ香が自殺しようとしてるように見えたそれを主人公が助けたんだけども実は自殺しようとしてるわけじゃなかったんだというのが分かった矢先助けたその店はおっぱいに行ってるというねラッキースケベがもう早速あるわけですでそのラッキースケベがあった中一体何でそんなことをしてたのかというと言いなずけというかね勝手に結婚させられそうになってると親同士でそれをどうにか阻止したいからあなた私の 恋人になってるとそれでこの縁談はキャラにしようというねそういったことをヒロインである天野エリ香は考えるわけです。でそれに海野凪も分かったよっていうことで承諾してくれてそして2人は親元に行くわけですけどもその天野エリ香の親元に行ったら相手さんの両親のところに海野の両親がいるんですよ。あれどういうことって思ったら鳥替え子なんだよっていうのはそこで分かって。で 二人は、そういった親同士の中で、もうせっかくだから仲良くしようやってことで結婚させられそうになっているというね、何これ、ランマ二分の一ですかみたいな話になってるんですよね。うん。なんか、そういう展開が最初にあって、で、その後、どうなっていくのかというものなんですけども、ここでポイントになってくるのが、主人公である海の凪には、 学校生活の中で好きになった女の子がおると。その女の子が瀬川ろっていう女の子なんですよ。で、この瀬川ろっていう女の子はめちゃくちゃ勉強ができて、で、学校でいつも1位取るんです。勉強で1位取る。その勉強1位取ってる瀬川ろに恋をしている主人公、海の凪は先々告するんですよ。俺はお前に勝つと。 そしてお前に告白するんやっていうことをバーンと全校生徒の前で宣戦布告して第1話パンって終わるんです <laughs> めちゃくちゃ勢いがあるんですけどもいやもう見たことあると1500%にも通ずるそんなね勢いとラブコメ感がなんかいいですねほっこりできるかと思いますでこの後主人公は天野エリカこのヒロインの方と一緒に暮らすことになるんですよ親元離れてエリカと2人で過ごすことによって、まあ いい感じにさせようみたいな、なんかそういった話の流れがあって、一緒に共同生活をしていく中で、何回もラッキースケベとか、そんなバカなラブコメ展開がたくさんあるんですよ。で、そのラブコメ展開しながら、俺は好きなやつがいるからって言ったら、この天野恵りかを、じゃあ私は応援するよっていうことで、応援してくれるんですよ。で、応援して、主人公、その回あってか、瀬川宏に勝つんです。勉強でね。でも、1回しか勝ててないから、まだ、 あなた私のレベルじゃないわみたいな感じでね瀬川博からちょっと突き放されるようなことになるんですけども海野薙は告白はしてるんですよそこでねバーンというわけですでも瀬川博には実は言い名付けがいるんですよというのが一巻でわかるそして二巻ではその瀬川博と海野薙が通っている学校に天野エリカがやってきて三角関係がやっと生まれ始めるというねこういう展開になっていきます これ一巻だけだと瀬川博と天野エリカは出会わないんですよ出会わないからどっちのルートで行っても話としてはごちゃつかないもう一人の女性に対して一人だけがこうテンパるけども主人公は学校生活と家での生活分かれてるから瀬川ひろにも会うし天野恵梨香にも会うっていうねこういう。 ラブコメなんですよそれもまたうまいんじゃないかなと思います家には家独特のヒロインが学校には学校としてのヒロインが滞在しているそれが見やすさであり、まあ、楽しませるにはちょうど良かったのかなと考えたりしますねうんで2巻の方ではそんな瀬川博と阿波のエリカが 仲良くなりつつ主人公がてんやわんやするというここもねまあ良かったですよ。この「カッコの言い名付けは、まあ、吉川美希先生が女流作家というのもあるかと思うんですけども主人公がかわいんですよ。よくラブコメの主人公はムカつくとかなんかあったりすると思うんですね。なんでこいつはこんなうじうじしてんねんとかなんかそういう気持ちをたぎらせるような ムカッとする行動を取りやすかったりするんですけどもカッコの稲助はね海の凪くんなんか可愛く見えるというのはこのラブコメ漫画の中ではとても大きいポイントだと思いますうん。まああくまでも僕はそう思うだけで人から見ればなんじゃそれってなるかもしれないんですけどもそんな海の凪くんとメインヒロインが天野エリカなんですよで、この天野 エリカとくくんん人が一緒におるるよよ写真撮るんですよ最初の出会いの時もスマホでパシャって2人の写真が撮れたりとか2巻の終わりの方では海辺で2人がパシャッとたまたまツーショット写真撮れたりたいとかねなんかそういう思い出を瞬間に手のひらに収めていくということがこの格好の言い名付けで描かれてるわけですでそれは反面スマホを写真って 使うこと以外、ほぼほぼ使ってないということでもあるんですよなぜかこのカッコの稲付けスマホ使えるのにスマホ使えない状況が生まれるんですよだからスマホなくてもいいよっていう令和2年にこれやるかという展開をね生み出せるようにしていますけどスマホがあるからすぐ目の前で写真が撮れるしスマホ越しで見る天野エリカとかも出てくるんですよそれが魅力的に見えたりするんですね 画面に映る彼女は今目の前にいる彼女以上に魅力的でたまらなかったりするところもあるだろうしうーん直接本当の部分がカメラ越しじゃないと受け止めれなかったりもするのかなというねそういう不思議なもどかしさを内包している作品かなと思いましたね。うんで展開は劇的に遅いです。 劇的に展開遅いんですけども、その展開遅い分丁寧に描かれてます。先ほども言いましたけども、1巻の段階ではヒロイン同士が出会わないんですよ。2巻で初めて、天野エリカが主人公たちが通う学校にやってくるという転校ルートが,が来るんです。それまで転校ルートじゃないんですよ。故に、くつれたら、 1一巻ぐらいでその天国史「あああなたは」っていうよくある展開がめっちゃ後の方に来るとうんここにねえそんな遅いのって驚くんですよもっと早くやってもいいのにじゃあその間何やってたのかというと天野エリカと主人公2人が疑似夫婦体験っていうのをしていってるというところですねこの真似事 というのも一つ過去の言い名づけの中でポイントとして描かれている気がするんですよ。最初ヒロインである天野絵梨花は自殺するかのような行動をとってたでもそれは自殺する不利であったで夫婦生活も不利であったで両親も自分たちの子供だと思って育てたけどもそれはそうではなかったっていうねこういう。 思わせぶりというかそ,のはそんなはずないと思ったことがそうであるとかこういうことがずっと続くのがかっこの言いなずけでまあそれもラブコメじゃラブコメですよね勘違いが勘違いを呼ぶっていうのはラブコメのもどかしさとかまあ面白い楽しみ方とかになってくるんですけどねうん、まあ、そういうところが特徴的で,で気になるところとしてはヒロイン天野エリカのパパは ホテル王なんですよ。だからめっちゃ金持ち。でも実の息子は主人公である海の凪なんですよ。だから海の凪の家にお金ちょっと支援してあげたらいいのにって思うんですね。海の家はめちゃくちゃ貧乏で、でその貧乏生活の中で、この二人を出会わせて結婚させようって親同士が言ってるにも関わらず、海の家はさらに貧乏になっていくんですよ。え、 これって、なんか今まで育てれなくてごめんねとか言ってなんかお金とかなんか支援してもらって、海のが少し裕福に幸せになるって話なのかなと思ったら、よりいっそ貧乏になっていくっていう不思議な展開があるんですよ。でこの海のには一人妹がいるんですね。血の繋がってない。ほんまは甘野エリカの妹やけども、育ったのは海のナギの妹として育った海のサ幸っていう。 女の子がいいててっていうねややこしいな喋ってるとややこしいねこれ <laughs> めっちゃややこしい <laughs> とにかくそういうね鳥が子の話として、まあ、た楽しませてくれるというねこういった作品でございますで先ほど主人公の絵が可愛いって言ってたんですけども全体的に絵は可愛いです女流作家だけあってやっぱ可愛いななと思う絵の数々そしてキャラクターの紹介の仕方はもともと真島宏先生の アシスタントたちなんですね。あのレイブやフェアリーテイルの自己紹介のさせ方うまいです。一人一人のキャラクターがちゃんと立つように描いていくので、そこでブレることもなくて読みやすい。うん。ところが描けない顔がめちゃくちゃ際立つっていうのが僕引っかかるんですよ。特に瀬川ヒロのね横顔、ちょっと後ろから見た顔とか。 違和感あるんですよ。あれって、こんな顔やったっけっていうような顔がポンポンと出てくるから、瀬川博あんまり、吉川美紀先生捉えれてないのかななんか、あんなに可愛く描けてたのにって、僕はちょっともったいないなと、思いますね。うん。ラブコメといえばサンデーだったところが、今、講談社のね、マガジンの方が強くなってきてるらしいですね。で、カッの稲助は、ほんこんなテンプレートな、 展開で分かかかりりやすいいいいいらこそより一層いろんんなな方々に支持されているんじゃないかと思いますキャラクターの可愛さ分かりやすさそしてちょうどいい歯がゆさとねで写真に収める思い出を刻んでいくとこのポイントが天野エリカと海野凪の間ではしょっちゅう起こるから彼らの中では信じられないぐらい思い出が積み重なって いるなのでこの天野エリカとどこかで多分別れてしまうと思うんですよ遠くまで。でそれを天野エリカが見るのか海の凪が見るのかわからないですけども携帯に残された写真見てすごい後悔をしてそしてヒロインを取り戻しに走り出すっていうねまたよくある展開なんですけどもその王道展開こそ一番強く面白いというのを少年漫画 のラブコメととしてて見せてるとバトルもそうだけども恋愛もこういうのが一周回ってもう必要とされてるという考え方でいいのかなと思ってます。格好の言いなつけのポジションとしては「うん、鬼滅の刃」に近いと思うんですよ。鬼滅の刃も王道漫画も ちゃんと書いてるというところがでかいですしその中で読みやすいというのはどこにあるのかを探っていく作品でもありましたで「かっこの稲刷」もまた「しかり」というところですね、えー、ちょうどお二方とも女流作家なので女流作家ならではの魅力がまた今後ね、えー、引き渡ってくれればと思う次第でございます、はい、というところでね、えー、いかがだったでしょうか「ラブコメまだ読んだことないですよあんま知らないんです あるいはそういったバトルものとかラ,ラノベ内での恋愛劇とかは知っているけどもラブコメというものを直接しっかり読んだことない方にはちょうど面白いものだと思いますもう一度王道をというのがこの2020年以降の一つのテーマになってくるのかなと感じる一作品でございました はい、ということで本日は吉川美希先生が描かれている格好の言い,い名付け、ご紹介させていただきました。あくまでも田中の偏見妄想服の内容でございます。皆さんがどう思ったのか、ぜひとも感想いただけたらと思います。それではまたね